深夜0時にアクセスできる地獄通信。ここに晴らせぬ恨みを書き込むと地獄少女が現れて憎い相手を地獄に落としてくれる。子供たちの間で広まった都市伝説のような噂は実は本当だった。さあできたわよ。ゆう合格おめでとう。でも母さんびっくりしちゃった。まさか本当に推薦受かるなんて思っていなかったから。少しは見直した？おみそれしました。はあ、ゆうもとうとう女子大生か。もう気が早いな。まだ半年も先のことだよ。そうね。そうだ、合格祝い、天国の父さんから。新婚の時父さんが買ってくれたの。ずっと大切にしまっておいたんだけど、これからは優が使って。いいの？幸せな時を刻んだ時計よ。優にも素敵な時間を刻んでほしいな。ありがとう。信じらんない。何これ、ガキの小遣いじゃん。万札持ってこいっつっただろ。今は本当にそれしかないの。どうする、リナ。このお金臭くない？冷えてる、汗臭い。私綺麗好きなの。拾ったら明日のパン代でしょ。母子家庭って大変ね。法則違反なのにバイトまでしなきゃいけないんだから。それはもう精神。だからって上納金がなくなると思ったら甘いわよ。悔しかったら地獄少女でも呼べば。バただいま。おかえり。すぐご飯にするからね。うん、ちょっと手洗ってくる。うん。やっぱりただの噂。この前バイトしてたこと学校にバラされてもいいの？
あいつ意外と病んじゃん。おい君、このまま落としてやろうか。あんたみたいな使えないやつ生きてる価値ないしね。ねえ、いっそのこと死んじゃってよ。こっちもあんたのために殺人罪なんかになりたくないしね。行くよ。バーカ、ほんと使えない。店からの報告は以上だ。このクラスに万引きの犯人がいるとは思えんが、まあ心当たりのある者は職員室まで来るように。どうしよう、こんな。なんか大事になっちゃったみたいね。あんたのせいよ。そんな口聞いていいの？あんたさ、大課題の推薦決まってたよね。このことバレたらヤバいんじゃない？やめて、それだけは。触んなよ。あんたの母親 PTA の会計だったよね。昨日集めた会費、あれ全部持ってきな。そしたら考えてあげる。わかった。